万木焦土の彼方に今なお呆然としてそびえ立つのは、かつての大本営陸軍部の巨大な建物、そして今侵略戦争が企てられたこの建物の中で、東条元首相らの歴史的裁判が行われようとしております。世界人類の文明の名において彼らを告発した国際検事団主任検事キーナン氏、同じく裁判長ウェブ卿は3月15日この法廷を視察しました。被告席、かつての東条大将の部屋、弁護人清瀬一郎氏は語ります。東条元首相が国民に対し重大責任を負うべきは無論であります。ただしかしながら、この戦争を起こしたことが国際法上の犯罪となるということについては、私どもは絶対にこれを争うものであります。清瀬一郎氏は今度の戦争は犯罪にあらずとして暗に侵略戦争を否定されております。しかし事実はどうであったでしょう。やむを得に至りましたのは、米英の防戦を排除して大東亜諸地域を明朗なる本年の姿に伏し、新たなる大建設を行わんとするに他ならの東条首相以下、加谷蔵相、東郷外相ら当時の戦争挑発首脳者は、あらゆる美麗句をもってこの戦争を聖戦と称し、翼賛選挙の名で買収された大義士たちはまたこれに無条件に賛成しました。それのみか、彼らは一辺の独立の空手方と紙くず同様の軍票を与えたのみで、東亜10億の民族からあらゆる富、あらゆる物資を戦争資源と称して強奪したのです。あるいはまた、不幸不良になった英米人に血みどろの銃剣を持って奴隷のような苦役をし、しかもその一方で大東亜共栄圏の名士と自ら称して征服地人民の前に呆然と肩をそびやかし、狡猾な笑いを浮かべていたのです。これが犯罪戦争でないでしょうか。自由放送団岡崎和夫弁護士は語ります。太平洋戦争は間違いなく侵略戦争であり、日本の人民大衆を今日の苦境に陥れたのみか、多民族の生存を脅かし世界の平和を撹乱した憎むべき犯罪行為であります。その首謀者たちはあくまでも責任を追及されねばなりません。